ハノイ・ハンナとは、ベトナム戦争において、北、ベトナムによって行われたプロパガンダ放送で、アナウンサーを務めた女性のアメリカ軍における、通称である。本名は、チンティゴ。彼女は戦争の間1日に3回の放送を、行い、戦死したり捕虜となったアメリカ兵の名前を読み上げ、またはベトナムへのアメリカの介入の不当性と、その非人道性を訴えるアナウンスを行い、 アメリカ兵たちの沿線気分を煽ろうとした。あるいは、アメリカ兵たちに故郷を思い起こさせ、ホームシックに陥れようと、アメリカの反戦ポピュラー音楽を流したりした。例えば、彼女のアナウンスには、このようなものがある。How are you, G.I., Joe, it seems to me that most of you are pretty, informed, about the going of the war, 通称なシング about, A Correct Explanation of Your Presence, Over Here, n o t h i n g is more confused than to be ordered into, A w a r l d 2 Day or to be named for life without the faintest idea of what's going on.1967 年6月16日の放送戦後、ハンナは国家栄誉賞を受賞し、エンジニアの夫と共に、ホーチミン氏に移住したが、彼女の長男は、ボートピープルとなって、 アメリカに亡命したという、2016年、ホーチミンで死去。http コロンスラッシュスラッシュ p www.iwete-pu.ac.jp スラッシュ、特批さ、ピクト、html ハットエージェンスフランスプレッセ、ハノイ・ハナー、ベトナムウォープロパガンダラジオプレゼンター、ダイズエイジド87、 t h e g u a r d i a n ザガーディアン2017年6月25日閲覧マイクアイブズチェンティ NGO ブロードキャスターコールドハノイハナーインベトナムウォー d s n i t i m e s c o m ザニューヨークタイムズ2017年6月25日閲覧ありがとうございます。